はい、ノーベル生理学賞、1月1日ですか。ノーベル生理学賞の本庄先生、本庄先生のお父さんが山口県の光市の光市民病院の院長先生だったというのはブログに書いたと思いますけど、だったそうなんですよ。だから本庄先生も光とかうちの地元来てるんじゃないかな。僕がまあまあ小児科にちょっと通院していた頃もあるんで、その頃本庄先生だったんじゃないかなと思って、まあその小児科の先生、横山先生だったと思うんです。あの僕の同級生の横山君のお父さんが小児科医とかやってた、小児科もやってたんですよ。思うんですけどね、記憶違いと思うかもしれない。あのミーシャさんのおじさんもなんか院長、光市民病院の院長先生かなんかの関係みたいで、あのエブリシングのミーシャさんもうちの近所に遊びに来てた、浅野さん家に遊びに来てたって聞いてますけどね。まあ本庄先生は上野高校だったらしい、上野中学、上だったそうですけど、もうお父さんは光に来てた。でうちの父親の話によると、もうその頃からノーベル賞候補だったそうですね、本庄先生は。昔の話ですけど、でも20年前って出てましたけどね、まあ、昔から有名だった、まあ、お父さんにはお世話になったという光市民病院、ということでおめでとうございました。明日誰なんでしょう、インフレーションとかささやかに。では失礼します。